今日は自然なラウンドで、そうですね、今少しやっぱり重たさもあるので少し長さを変えることで、印象を変えていきたいなと思います。で続いて、ラインの次は奥行きと幅になります。この時に、確認するのは、バングジリですね。バングジリを必ず確認します。スタートは決まっていますので、あとはゴールをシメトリーに合わせていきます。重めに、残してあげて、骨格がカバーできるように、サイドバングも少し長さを残して、より卵型に、持っていく、顔周りを作っています。彼女の癖が出てサイドに向かうとボリュームが出てしまうというのが本人の悩みということもありますので、前髪の方に厚みを持たせてですね、少し両肩をフロントの方に散らしてあげることによってサイドのボリュームを抑えることができます。表面に向かうにつれて毛先の方に入れるような形にしていってください。